ここが日の見沢村。のどかな雰囲気の村ですね。心が洗われます。私も決して嫌いじゃありませんよ。事件さえなければね。どう？年季入ってますね。大石さんは平気なんですか？長年の愛車ですからね。酔いそうでしたらどうぞ遠慮なく言ってください。大丈夫ですよ。私三半規管には自信がありますので。さて、智恵ちゃんはこの後どうします？そうですね。ホテルのチェックインにはまだ早いですし。本当は明日行く予定でしたが、このまま日の見沢に行って竜宮家を訪ねてみようと思います。大石さんのお話も気になりますし。そうですか。なら車取ってきますので私もご一緒しますよ。あ、大丈夫ですよ。私の車この近くの駐車場に停めていますから。いやいや、遠慮は無用ですよ、ともえちゃん。女性を助手席に乗せるなんて後にも先にもめったにないことですからね。なんかいやらしいな。でも本当にお気遣いは。大石さん、悪いことは言いません。乗ってきた車で行くのはおやめなさい。日波沢は排他的な村だと先ほどもお話ししましたが、その中をよそ者のあなたが予備知識もなく走り回るのは決してプラスにはならない。そういえば分かってもらえますかね。危険なんですか、日波沢は。いやいや、私がちょっと過敏になっているだけかもしれません。今は渡流しとは全く関係のない時期ですし、観光とかで足を踏み入れた人もちゃんと無事に帰ってきています。ただそれでも他県ナンバーの車で回るのは村の連中に余計な警戒心を持たせる可能性がある。特にあなたは刑事ですからね。わかりました。それじゃあ、ご好意に甘えさせていただきます。
ここに例のリュウグウレイナは通っているのですか？ねえ、そうです。あいにく今日は祝日ですから誰もいませんがね。無理して通えないほどではないんですが、ここから沖の宮の学校まで結構距離があります。だから村の連中が子供たちの通学中の安全を考えてここに分校を作らせたんですよ。へえ。もっとも当時の理由はむしろ別のことにあった。ここに分校を作って子供たちを通わせることで学校を奪われる彼らのことを悲劇的にマスコミに喧伝させ、ダム建設計画の悪辣ぶりをアピールしたかったんだと思います。まあとにかくすごかったんですよ。なりふり構わずってのはああいうことを言うんでしょうな。暴力、押しかけ、根回し活動。自分たちの村が失われるか否かの瀬戸際ですから理解もできますが、合法非合法を問わずあらゆる手を打って抗議活動をしていました。そしてその団結に親代様信仰が一役買っていたというわけです。なるほど。ちなみにリュウグウレイナの学校での様子はどんな感じですか？それにつきましてはあまり学校側から情報を明らかにしてもらえないので細かいことは何とも。ただおそらく至って普通だと思います。実際に問題を起こした話もありませんし、聞き込みを行った限りでは下級生たちの印象も悪くないようですからね。では大石さんはどうして少し前彼女を調べようと考えたんですか？例の行方不明になったという北条さとし君ですが、いなくなる前に彼女と話をしていたそうでしてね。お社様についての。お社様の？普段から誰かに後ろからつけられている感じがすると。その子も最初聞いた時は何のことやらさっぱりわからなかったそうですがね。サトシ君が体験していることは全てお社様のたたりの前触れなの。誰かが遠くからじっと伺っている。誰かがずっとつけてくる。誰かがいつも自分のすぐ後ろから見ている。やがて足音は常に自分とずれて一つ余計に聞こえるようになるの。それらは初めのうちはお外でだけだけど、やがて後ろのそれは自分の家の中にまでついてくるようになる。そしてお布団に入って明かりを消してもずっと枕元から見下ろしてるの。ただただ黙ってじーっと自らの罪を認めるまで。サトシ君は夢見が悪いって最初言い出したの。それで私がどんな夢と聞いたら、私の時をなぞるようだった。だから私、彼に予告したの。その気配がやがて近づき、足音を聞かせるようになり、常にサトシ君を見下ろしているようになったなら、それはきっと私の時と同じだから、相談してって。それが、お社様だと。ねえ。
それからその北条さとし君ですが、家庭の不和の件で相当悩んでいたようでして、それが殺意の理由と我々は考えていました。彼と妹は叔父夫婦と同居していたのですが、とにかく仲が悪くって、特に彼の妹が懐かなかったようで、毎日のように衝突して大騒ぎになって、その妹を叔父夫婦からかばっていたのですが、それが苦痛になるほど疲れ切っていたとのことです。その件に対して警察は何も動けませんよ。よほど確固たる証拠でもない限りはね。それは公的機関の生活相談所でも同じことです。まして村の裏切り者扱いを受けた北条家の問題、雛見沢の連中も見て見ぬふりをし続けていました。ひどい話です。その件については私たちの力が及ばず、お恥ずかしい限りです。その後生き残った叔父はたたりを恐れて沖宮の愛人のところへ転がり込み、残された妹は友人と二人暮らしを始めました。解決にはほど遠い話ですが、少なくとも地獄のような生活からは脱出したとは言えるのかもしれませんね。いくら重荷でも兄弟がいなくなって嬉しいわけがない。その妹さんはどうなんだろう。私と同じ気持ちなんだろうか。それでですね、トモエちゃん。え、ああすみません、お社様の話でしたね。それが竜宮麗奈とどういう関係が。竜宮麗奈はどうやら両親が離婚することになった家庭問題の原因をお社様のたたりと考えていたようです。実際事件を起こした直前にもその後にもその存在を認めていたような発言がありましたからね。後ろをひたひたペタペタとついてくる何者かの気配があると。それって一体何なんでしょうか。正直私にも分かりません。妄想にしては出来すぎているし、しかも事件を起こした二人が類似のものを感じているとあっては安易に迷信と片付けられるものではないのかもしれませんね。
ここは？先ほどお話しした、ひなみざわダム戦争の跡地ですよ。つわものどもがと、しゃれ込むには風情のない光景ですがね。嫌な風景ですね。誰も社会問題として取り上げないんですか？まあ余ってる土地は山ほどありますし、お役所も手続きは面倒だからと腰が重いです。声を上げれば、じゃあお前が何とかしろって話にもなりかねませんからね。やぶ蛇はごめんってやつですよ。もっとも実際にはダム戦争当時の自演をやりすぎて後処理に困って放置なんですから、馬鹿げた話なんですが。自演ですか？実際チクチクと書類を見せろとか、積み荷の数を確かめるとか言って結構なタイムロスを稼いでいましたからね。現場監督さんはいつも怒っていたものです。親方日の丸のお偉方は反対運動の住民代表をなだめつつも、一方では工事の遅れは一日でも取り返せと現場の責任者に厳命していましたからね。酒が入るたび、浴槽をこぼしていましたよ。大石さんは、その現場監督さんと親しかったのですか？うん。古くからの友人でした。年上の兄貴のような、親父のような。厳しいけれど、人情味のあるいい人でしてね。いろいろと教わったものですよ。そう。例えるなら、ともいちゃんと山置さん、あるいはちょっと僭越ですが、私とともいちゃんのような関係って言えばいいのかな。あ、大石さん、まさか、その人って。ええ、そうです。3年前の綿流しの夜、このゴミ山のどこかで殺されました。死体はバラバラにされて、腕が一本、まだ発見されていません。そんな。毎年毎年、今年こそは犯人を捕まえてやる。そして、もうこれ以上たたりの犠牲者は出さない。そう墓前に誓ってやってきましたがね。結局、今年も出しちまった。そして、あたら気の毒な男の子の未来まで奪っちまった。そう思うたびに、胸がね、痛くなるんですよ。大石さん。ともいちゃんは偉いな。こんな気持ちを11年間ずっと持ち続けていたなんて。私はまだ3年なのに、犯人への怒りと憎しみで時々自分がどうにかなりそうになる。
あなたはその3倍から4倍だ。私だったらきっと耐えられない。自分がその立場に立ってみて改めて尊敬しますよ。私だって。大石さん。はい。こんなことを大石さんに言える立場じゃないって分かっているんですが、もし私で何かお役に立てることがあったら何でも言ってください。どんなことがあってもできる限りのお力添えはさせていただきます。智恵ちゃん、助かります。トメちゃんにそう言ってもらえるとまだまだ頑張ろうって気になりますよ。また大げさだな。もっとも駆け打ちで大石さんたちにどんなお手伝いができるかまだよくわかりませんが。あれ、え、どうしました？あれ、女の子ですよね。こんなところで一体何をしているんでしょう。あれはおそらく例のリュウグウレイナじゃないでしょうか。え、あれが。こんなに遠いのによくわかりましたね。顔を見えるんですか。いえ、でも間違いないでしょう。こんなところに来る女の子なんて他にはいませんからね。住民や子供たちから聞いた話だと、休みの日や放課後に時々ここでああやってゴミを掘り起こしたりしているそうです。ゴミを何のために。さあ、本人は宝探しをしているらしくて、気に入ったものを見つけた時は自宅に持ち帰っているとのことです。趣味とも言えなくもないんですが、一部では気功とも言われていますね。気功
ですか。大石さん、確かリュウグウレイナの両親は離婚しているって話でしたよね。ええ、そうです。その直後あたりに友井ちゃんが調べてくれた学校内の傷害事件を引き起こしました。そして精神科医のカウンセリングを受け、心身に深刻なストレスを抱えているという診断を受けて、心の安定を図るためにこの雛見沢へ移り住むことになった。前の入院先の看護師がそう教えてくれました。それなら彼女、この村に来てからはその類の治療をどこで受けているんでしょう。治療ですか。ええ、少なくともそれが問題で転校したのだとしたら、簡単に通院をやめることはできないはずです。リュウグウレイナは雛見沢への移転後、大石さんが聞き込みを行った茨城の病院には通っていないというお話でしたよね。ええ、その通りです。ですからもし治療を受けるのだとしたら、設備や個人情報の保護を考えると、ゴグラにある大きな大学病院ぐらいしかないと思いますが。だとしたら彼女が今どんな状態にあるのか調べることはできないでしょうか。ともえちゃん、それはどういう意味です。リュウグウレイナは病気が完治していない、いえ、ある意味で悪化している。それがあの異常行動や大石さんの言っていたお社様の語りに関与している可能性があるのではと。北条さとしがお社様のたたり、つまり今年の殺人事件に関与していた可能性が高いと先ほど大石さんのお話にもありました。そして彼女と同じ症状を持つ病気を北条さとしも患っていた可能性も考えられる。なぜなら事件前には二人ともお社様に対しての畏怖といった共通認識を持っているということは、彼女の精神状態と関与の人間を把握することで
北条さとしが殺害行為に踏み切る経緯を理解する手がかりになるという考え方はどうでしょう。うん。では智恵ちゃんは竜宮レイナも今回の殺人事件に関与していると。ちなみに被害者の北条珠恵は綿流しの祭りの最中に殺されましたが、竜宮レイナはその事件当時祭りの会場で複数の人間に目撃されています。アリバイは完璧ですよ。いえ、その事件とはおそらく竜宮レイナは無関係でしょう。ただ彼女が茨城で起こした事件も同様に、大石さんの言う通り誰かの意思で凶行が引き起こされているのだとしたら、二人の背後には共通する何かがあってもおかしくはない。それが何かが分かれば、雛見沢連続開始事件の黒幕の姿が見えてくるのではないでしょうか。説得力はないこともないですが、随分大胆というか強引な推理ですね。無茶な論法であることは分かっています。ただ二人とも事件を起こす際にお社様が共通のキーワードになっていることがどうしても気になるんです。その背後を洗ってみることで今まで見えなかった何かが見えてくるような、そんな気がします。なるほど。現状では竜宮レイナについての情報が少なすぎるので簡単には判断しかねます。ただ正直今は八方塞がりの状況です。トモイちゃんのその見方にもちょっと乗ってみましょうかね。それじゃそろそろ引き上げましょうか。余計なところに連れ出してすみませんでしたね。いえ、参考になりました。この後は当初の予定通り竜宮レイナの父親に会ってみようかと思いますが、よろしいでしょうか。ええ、もちろん。ご案内させていただきますよ。うん、ふふふふ。おっと。え？お前は誰だ。おや、あれは？ああ、大石さん、ちょうどいいところに。ナイスタイミングっす。クマちゃん、どうしてここに？いや、大石さんが雛見沢に行くっていうからてっきり入江診療所に向かったのかなって。警察無線も繋がらなかったから直接迎えに来たんですよ。無線が？おかしいな。あら、本当だ。これは面倒かけちゃいましたね。で、何のご用で？
あれ、忘れてましたか？今日って例の懇親会の日じゃないですか。なのに発起人はどこに行ったって所長が大騒ぎしてるんで、大急ぎで呼びに来たんですよ。発起人って誰ですか？大石さんですよ。そうでした、そうでした。あー、今日月曜だったんですよね。てっきり祝日気分で日曜日のつもりでいちゃってましたよ。まったくもう。で、この方は？あ、お初にお目にかかります。垣内署の警部で見ないと申します。で、どうします？大石さん、今からならまだ間に合いますが。ですが、ともいちゃんとの約束もありますからね。あ、でしたら大石さんは行っちゃってください。私一人で行ってきますので。いやいや、そういうわけにはいきませんよ。竜宮家の場所をご存知なんですか？あ、いえ。でもさっき車で来た感じだと、この村って割と見通しのいい区画のようですから、メモ書き程度の地図があれば大丈夫だと思います。まあ確かに迷うほどの場所ではありませんが。心配してくれるのは嬉しいけど。もう大石さんも心配性ですね。こう見えても私立派な大人なんですよ。それにここに来るまで特に問題もなかったじゃないですか。まあそうですね。それじゃ申し訳ありませんが、私はここで失礼させていただきます。あ、その車でも大丈夫ですか？無線が使えないのはちょっときついですけど。すみません、お手数ですが地図をいただけますでしょうか？わかりました。ちょっと待ってくださいね。ともちゃん。一応用心のために言っておきます。竜宮家の訪問が終わったらまっすぐ沖宮へ戻ってきてください。それだけは約束してもらえませんか？だからオーバーですってば、大石さん。わかりました。父親に会って話が聞けましたらまっすぐ帰るようにします。私も挨拶を済ませたらさっさと沖宮署に戻って待っていますので、もし何かありましたら遠慮なく連絡してください。はい。それじゃあこの車お借りしますね。ここか。ごめんください、竜宮さんはいらっしゃいますか？
ごめんください。留守かな。ん？ブルーマーメイドか。確か父親は無職だって聞いたけど。あれ？じゃあ一体あの子はゴミ山で何を？何なの？サトシ君が体験していることは、すべてお社様のたたりの前触れなの。誰かが遠くからじっと伺っている。誰かがずっとつけてくる。誰かがいつも自分のすぐ後ろから見ている。やがて足音は常に自分とずれて、一つ余計に聞こえるようになるの。まさかそんなこと。
い。よかった、間に合って。慌てすぎだ。あ、すみません。書き写書の見ないと申しますが、大石刑事よ。ああ、トメちゃんですか。私です、大石ですよ。ん大石さん、どうして。いえいえ、あんまり戻りが遅いものですから、心配になって情報センターで連絡をお待ちしていたんですよ。いやー、連絡がついて安心しましたよ。今、どちらですか。はい、雛見沢村の電話ボックスの中なんですが。すぐに向かいをそちらにやらせます。私も行きますので10分ほど待っていてもらえますか。すみません、助かります。ではここでお待ちしていますので。あまり歩き回ると危険ですから、そこでじっとしていてください。それじゃあ。きっと大石さんたちにはしばらくネタにされちゃうだろうな。それにしても、軟弱になったな、私も。飛んで火にいる夏の虫
何か私に用が。私に何の用？ねえ、私に何の用？刑事か。刑事か、お前。そうよ。だったら、知ってるの？私のこと、お前は、知ってるな？おバカさHehehe